ですね、今日は YZ サーキットでリーゼカップ250 GP エディション、この車が4台勢揃いしました、日本限定20台ということなので、なんと5分の1の、台数が集まったと、そんな感じです。それであのオーナーさんにね、ザックバランに、このエリーゼカップ250 GP エディション、これをまあ入手した経緯とか、あとまあ普段の使い勝手とかそういった感じ、用途とかですね、その辺をね、お聞きしたいと思います。私は長野の出身の、信濃寺です。今日この、ジムカーナのね、イベントを主催していただきましたニャー大佐さんです。あ、はい、ニャーです、はい、どちらご住在ですか？愛知県です。愛知県です。京都からお越しの、京都の大西です。大西さん、はい、はい、それと神奈川からお越しの七瀬と申します。七井さん、あ、はい、七井さんとこの4人が揃いました。ですね、まあ、ちょっと少々緊張しておりますけども、まあ、エリーゼのオーナーというのは非常に紳士で、こんなような感じでということで、いただければと思います。それで、このね、エリーゼを買ったその何て言いますかね、どうしてこれを買ったのかとかね、その辺をお聞かせいただければと思うんですけど、皆さん どんな感じですかね。例えば私このエリーゼカップを買う前は通常のねエリーゼ S 乗ってたんですけども、まあ、このエリーゼ、まあ、気に入ってね、それでまあカップに乗り換えたと、そんなような感じなんですよ。それ実際どんなあれですかね。私は、まあ、若い頃は190E の 2.316 バルブ、16バルブ、コースワーズチューンのやつ乗ってまして、それで、まあ、その時はまだ若くて、まあ、お金払うので精一杯だってまあサーキットも行ったこともなかったんですけれども、まあ子供もできまして、ファミリーカーに乗り換えて、それでまあやっぱりちょっと血がうずいて、ポルシェかクレポルシェか、ロータスかどっちかって時にちょうど中古で出てたもんで、もう見た瞬間にあもうこれしかないということで、買いました。はい、まあ非常にね弾数が少ない車なんで、まあ、今エリーゼ絶版となってね、まあ、市場に流通してるのが少ないということなんで、まあ、ここにこのカップが集まるということは非常に珍しいというのはそんな感じですね。まあ、大事に、ね、乗るようにしたいとは思ってるんですけど、ニャーさんはいろんな車歴があるそうですけど、このライトウェイトに行ったその方向とかその辺楽しみ方とか良さっていうのはどういうふうに。もともと僕初めて買った車が NA ロードスター、はいはいはい、でもその時からもうライトウェイトがもう楽しくてしょうがない、うん、でまあ途中まあ大きな車、まあ、35GTR とかいろいろ乗ったんですけれども、やっぱしライトウェイトが楽しいなというところで、まあ、ずっと探しておいたんですよ。でその時にロータスディーラーさん行った時に1台だけ在庫があると、もう即決です。そうですね、でカップは本当に出会いがね難しい車だとも思うんで、タイミングはちょうど良かったって感じですかね。そうですね、タイミングあってですね、まあ、今後もちょっと大事に乗ろうと、まあ、大事に酷使して、まあ、スポーツ走行も楽しみながら乗っていければなというふうに思います。そうですね、まあ、ジムカーナーからサーキット楽しまれてるそうなんで、まあ、これからもねリーゼはやっぱ飾っといて楽しむっていうのよりは、こういうところでね生き生きと乗って楽しむ車っていうようなそんな感じがするんで、まあ、存分楽しんでください。まあ、私も楽しみたいと思います。はい、こんにちは。非常に お若いオーナーだと思いますけど今までの車歴っていうか車はどんなあれですか？一番最初に買ったのが RX7 の FD の方で、はいはい、それを多分5、6年ぐらい乗って、でまあ、かなりカツカツにチューンしてたんですけど、まあ、ちょっとそれを手放しちゃって、で次に乗ったのが NB ロードスターで、まあ、しばらく前まで乗ってたんですけど、やっぱりちょっと軽いのはいいんだけどパワーがなくて、なのでもう少しパワーが欲しいなと思ってて、エリーゼがいいかなと思って探し始めた時がちょうどもう絶版、まあ、生産中止っていうニュースが流れた頃で、
でその時に、じゃあ買うなら今しかないかなと思って探してたら、どんどんカップ250が売れてっちゃって仮に中古で出たとしても非常に足が速い車ですよね。これは注目されてる車でもあるし、本当に中古で出たらもう値段はどうでもいいから買うっていうような感じにしないと入手は難しい、そんな感じですよね。まあ、今はエリーゼ全体がもうそういう風になっちゃってるんで、非常に希少な車種というような感じではあるんですけども、それがね、5分の1今日ここに集合したということで、一応今のところ日本でのギネスということですんで、エリーゼ250カップ GP エディションをお持ちのオーナーさんは、またね、機会があればこういったところで集まってみたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、私の拙いインタビューでしたけれども、カップ250のオーナーさん、インタビューにお答えいただきありがとうございました。今回のカップ250は非常に台数が少ないということで希少ではあるんですけれども、そもそもロータス自体が年間200台ぐらいしか輸入されてこない車種です。そしてまた誰しもがお金を出せば買えるという車種ではないので、ロータスのオーナーさんそれぞれ聞いてみますと、出会いとかタイミング、また巡り合わせとかのね、そういったドラマみたいなね、感じをお持ちの方が非常に多いと感じました。参加されていたオーナーさんのエリーゼやエキシージを見させていただくと、どれ一つたりとも同じ仕様はなく、皆さんそれぞれ個性、仕様の違いだったり、そういうことがね、見て取れました。このカップ250にも同じようなことが言えまして、同じ車4台並べて比べてみても、若干ちょっと色味が違うとか、あと細かいところの仕上げが違うとか、そんなようなところがね、比較して分かりました。これはロータスクオリティと呼ばれるね、一種のその味わい深さ、そんなようなね、気がします。アナログチックで、非常に手作り感の強い車、こんなところがね、所有満足度が高かったり、あと趣味の車として長く愛せるのかなと、個人的にはね、そんな風に感じました。この後エリーゼエキシージのオーナーさんジムカーナでね、楽しまれていました。私はね、持病の腰痛がちょっと悪化しまして、走らないでいようかなと思ったんですけれども、ちょっとだけね、走らせてもらいました。またね、その走行模様とか、動画の方でまたお伝えいたしますので、次回またよろしくお願いいたします。